学食の焼きそばパン、うん、数が少なくね。お、たくさん買ってく男子がいるらしいぜ。この話初めて聞く。たくさん買ってく男子って肘山でしょ。どうか、やばい、キュータに見つかる。行け、早く逃げろ。あー、追いかけてきた。あー、キュータに襲われる。はい、皆さんこんにちは。次の仕事が始まるまでもう残り2週間ちょっと。あっという間にYouTuber お試し期間が終わりそうで、なんか焦っている達也です。まあ知らない人のためにね、一応説明するとね、10月の下旬ぐらいに、まあ、僕今の前の仕事辞めまして、で12月頭から新しい仕事が始まるんですけど、まあ、その間の40日間ね、疑似ゲーム実況 YouTuber をやっていたんですけども、あっという間にあと2週間ちょっとですよ。いやー、毎日ね、ゲームと収録と生配信とかやってるだけだったんですけど、早く働きたくなるもんですね。ゲーム実況は楽しいけどね。ということで、じゃあ今日も続きやりたいなと思います。で、今日もまた追走編やろうかなと思うんだけど、まあ前回ね、結構重郎系のね、重郎の話を結構進めたんだけど、まだなんか進められそうなので、まあいろんなキャラクターやるよりね、一人のキャラクター深掘ってった方が、皆さんもついていきやすいと思うので、今日もじゃあ重郎やりたいなと思います。他にどういう、なんだろう、こう道があったりするのかな。この辺は一緒だもんね。大変だ重郎。網口くん、うん、一緒一緒。じゃあちょっと、まあフラグを立ててきますね。数が少なくね。お、たくさん買ってく男子がいるらしいぜ。この話初めて聞く。たくさん買ってく男子って肘山でしょ。どうか、やばい、キュータに見つかる。行け、早く逃げろ。あー、追いかけてきた。あー、キュータに襲われる。で、相変わらず沖野がいて、で、網口だよね。ん、お、なんかさ、よくわかんなくて、とりあえずキャラクター選択画面に戻ってきたんだけど、 Y を押すとチャートってのが見れるんだよね。んで、これを見ると、イソーロ、アクム、泉十郎、この日常ってやつやってなくない？多分これ赤になってるところはやってるわけだよね。うん、なので保健室に行ったとか、芝を追い払う。あ、なるほど。これでプリントの束を持って保健室に行った後に何かありそうだな。ちょっと行ってきますね。お、皆さん、このさ、東雲涼子先輩寝てたじゃん、保健室で。でさ、泉ってやつをぶつけられるんだよ。これさ、なんだっけ、ほら、東堂とさ、レンヤと、めぐみちゃんが階段で話してるシーンあったじゃん。あそこの時に泉っていう単語を聞いてたから出てきたやつだよね。これ聞けばいいんじゃないの、もしかして。あ、面白。なるほどね。東雲先輩も知ってるんですね。泉十郎。泉十郎はあなたよ。今のあなたは。作られた別の人格。ということらしいけど。作られた。何のために。まあ前回泉十郎、多分なんかすげえ大人になったムッキムキの十郎がいたじゃん。あれはね、みんなをね撃ってたからね。だから凶暴化した？おかしくなった？から人格を入れ替えられた？そういうことかな。私もあなたも事件で記憶を失った。涼子先輩もなんだ。精神に深刻なダメージを負ったわ。あなたの症状は特にひどかったと聞いてる。私も記憶が消えていく。この会話も覚えていられるかどうか。そうなんだ。事件って何の？未来で起こった事件。あなたは過去のこの世界で治療を受けた。未来で起きた事件で過去に戻って治療を受けた、そういうことか。未来、まさか。あなたは泉十郎よ。てか涼子ちゃん、こんなこと教えてくれていいの？
ねえ、なんか周りはみんなひた隠しにしてるけどさ、こんな堂々と伝えちゃっていいのかな。あ、クラウドシンク追加された。未来から来た泉十郎が事件で記憶をなくして、うん、別の人格に変えられたのが今の僕、クラベ十郎ということみたいですね。信じられない。だけど本当ならこれが違和感の原因だ。うん、なるほど。じゃあこれであとは話せば。そんな話とても信じられないよ。まあそうだろうね。でしょうね。あれこれであと何すればいいんだ。先生、アンケートここに。とりあえず置いて、この辺はでもやること一緒かな。あ、ここでも泉十郎使える。見当たらないな。ここで泉十郎の書類を見たのに。ねえ、前はあったよね。置きっぱなしにはなってないか。涼子先輩とももう話せないな。あと何かやることは、あ、キュータ。お、まだいた。シバ君、どうしたの。網口、どこにもいないんで、お前を探してきたんだよ。いつも探してんな。今日は大丈夫ですか。大丈夫じゃない、あなたもね。この辺はじゃあ変わらないな。え、もうこれ出るしかないの。じゃあ家に帰る。明日は絶対逃がさねえ。これいつもの日常っていうエンドじゃないね。リザルトを終了する。うん、泉に、あ、これここに書いてある鍵って何。うん、ちょっとわからん。あ、クラベ君、ちょっといいかな。ん、ちょ、キュータ邪魔。なんだよ、冬坂と仲いいじゃん。仲いいよ。違うってば。あれ、こんなのあったっけ。クラベ君、こっち。困ったな、シバ君にまた何か言われるぞ。気にするな、そんなこと。思春期か、お前は。思春期か。高校生だもんな。シバ君がいるから声をかけにくいな。あ、なるほど。これシバを追い払ってから、これイオリちゃんと話せばなんかイベント起きそうな気がしてきた。ちょっとやり直してくる。お、何、じっと見て。あの、ここではちょっと廊下で。あ、なるほど、これで廊下でお話ができるのでは。いた。キュータ、かっこ邪魔者がいない。よっしゃ、なるほど、面白。どうしたの、冬坂さん。あのね、君が前に話してくれた夢の話、うん、あれはやっぱり本当の出来事だった、うん、あ、何それ、何の話だっけ。これは知らない展開だ。まさか覚えてないの。うわ、これ涼子先輩と同じ症状じゃん。私もどんどんね、忘れていってるとかいう話してた。先週も話してくれたじゃない。え、先週のことも忘れてるの。ほら、銃撃戦の夢の話とか。銃撃戦、十郎確か後場に逃げ込んで、クラベ君は撃たれて捕まったけど、私一人逃げ延びたって。それって殺人マシーンを発明前に阻止するために工場を爆破したって話だっけ。え、なんか今のってさ、なんかの揶揄じゃないの。殺人マシーンを破壊する。え、俺やっぱさ、なんか十郎怪しく見えてくるな。いや、一番主人公だと思うんだけど、なんかさ、ダイモス、怪獣ダイモスとか映画のね、話とかよくするじゃん。あれってさ、未来に襲ってくる怪獣というか、その地球外生命体、なんか十郎のせいであれが生まれてるんじゃないの。違う、違うかな。こういう考察系ってさ、外すと恥ずかしいよね。思い出したのね。なんかそんな気がするな。冬坂さんも
なかなか映画通だね。いや、お前が教えてくれたんだよ。 SF アクション映画のデスドロイド2でしょ。そういうシーンがあった。ほら、イオリちゃんがあなたが教えてくれたんだよって顔してる。覚えてないみたいね。ね、知ってるさ、あの映画は名作だ。そういうことじゃない。クラベ君は映画だと思い込んでるけど、それも本当にあった出来事で夢じゃない。うわー、夢じゃない。 UFO ウォーも実際にあったこと？え、実際にあった？でも逆だよね、多分ね。 UFO ウォーを参考にして起こしたんじゃないの？時系列的にはね、昔の映画でしょ。あれどっちなんだろう。でも重郎がもともと未来の人間だとしたら、え、ちょっと分かんなくなってきた分かんなくなってきたけど、重郎がもともと未来の人間だとしたら、過去の、あ、でもそっか、過去の映画を参考にしてそういうものをなんか作ったんじゃないの？え、ちょっと分かんねえや。私たちの足の下、そうだよね、埋まってるんだよね、奥深くに。まさか映画みたいに円盤に乗って戦うとか言い出すの？騎兵だけど。戦うのは騎兵よ。騎兵？大きなロボット、怪獣と戦うために作られたロボット。うん、そう、これ。そこまで映画好きならこのドラマも気に入ると思うよ。あ、それ映画じゃなくてドラマだったんだ。どういうお話？オムニバスで毎回違うんだけど、これは宇宙人が地球に逃げてくる話。うん、これもね、2025年、64年、まあどっちかちょっと、まあ64年かなに、まあどっちでもいいか、2025年に最初に来たんだけど、ちょっと分かんなくなってきたけど、それもなんかオマージュしてるよね。橋の上に転送される最初のシーンが有名なんだ。見たことない？転送されたのは2089年のスミレ橋の上よ。2089年、この年号って初めて出てこなかった？言われてみれば、あのシーンの橋、スミレ橋にそっくりだな。え？どっち？映画を参考にしたの？それともその映画を、え？ちょっとどっち？わかんねえ私だけだった。クラベ君は転送されなかった？いや、それはおかしいよ。僕はいたよ。転送されたのは君と僕の二人だ。あれ？どうした今の？思い出した？そう、ダイモス、これ。これも映画じゃないのかな。ダイモスが本当に現れたら、僕はきっと喜ぶね。よかったわね。もうすぐ街にたくさん現れる。うわぁ。ダイモスはあいつらの総称よ。ビルより大きいのから大型自動車サイズまでいろいろいる。うん、そりゃ確かにシリーズにはいろんな怪獣がいるけどさ。いや違うんだよ。面白いな、冬坂さんは。本当に覚えてないの？クラベ君が話してくれたのよ。理科室の掃除の時に未来の銃撃戦を夢に見たって。理科室の掃除、理科室が追加された。あ、これはなんかイベントが始まりそうだな。あ、振られたでもこれ思い出すしかないな。そういえば、面白い。鍵は確かに渡せ。レンヤちゃん、そして奥にキュータもいる。なくさないでくれたまえ。なんだお前そのキュータ絶妙な距離感は。ソーシャルディスタンスかそれ女子に人気の2年ゴーとレンヤか、気取ってやがんな。とても高校2年生に見えないな。掃除が済んだら準備室に鍵をかけて必ず森村先生まで届けるように。森村先生頼んだよ。はい。なんで理科室の鍵を、わざわざすみません、保健の先生に届けるのね、理科の先生に届けろや。 あと少しよ、さっさとやっちゃいましょう。私はそこの木が洗うから、ビーカーを棚に戻してちょうだい。
いいか、もう棚に腹が減ってるってのに。あ、なんか奥の人体模型怖。掃除当番なんてひでえよな。芝君、文句言ってないで手を動かそうよ。なーに、ボソボソ言わないではっきり言いなさい。怒られてる、やーやーい。土曜日の掃除当番なんてついてないなって。順番なんだから。あ、そっか、土曜日に学校行ってるんだ。文句言わないの。あれだね。ゆとり教育にだって完全週休2日というか5日だけ学校だったけど、その前は2週間に1回ぐらいはなんか土曜日登校とかしてたんだよね。掃除なんてかったりぜ。いいか、まず考えてみよう。先輩は大人びていて、うん、とても同じ高校生とは思えない。あいつ同じ高校生じゃないんじゃね。年ごまかしてる説あるぞ。ゴート先輩かっこいいし頼りになるよね。イオリちゃん、重郎というものがありながら熱烈なファンがいるのもうなずけるな。これどこへ片付けるの。ビーカーは後ろの大きな戸棚よ。後ろの大きな戸棚、この奥のことかな。これか、ここに片付けるのか。うん、片付けてきたよ、褒めて。あ、もう一つあった。これもだな、一つ一つ声に出して確認している。ビーカーは全部片付いたな。独り言がすごい。キュータ何やってんのお前は。髪をいじるな。ここは冬坂に任せて帰っちまうか。真面目にやろうよな。ほら、掃き掃除だってよ。何、さっきからじっと見て何。なあ、セクハラで訴えるぞ。顔に何かついてる。あ、ごめん、昨日見た夢に出てきた人、やっぱり冬坂さんだと思って。私の夢、黒いつなぎ姿のすごく強くて魅力的な女性だったな。黒いつなぎ姿、え、これ森村先生と思われてる、あのボインバインのあの子のことかな。黒いつなぎ、そう、それって例の夢の話だよね。森村先生のことをイオリちゃんだと思ってる。どんな夢だったの。話すのはちょっと恥ずかしいな。銃撃戦の夢、これをぶつけると、僕とその女性が過去に戻って滅亡の未来を回避するためにその原因となる施設を爆破したんだ。ほう。でもそのせいで犯人として警察に追われて、うん、銃撃戦で二人は離れ離れに。私犯罪者なの。正義のためさ。まあ大体犯罪者って自分の正義掲げてるからな。でも面白い、どうなったか気になるわね。ね、もっと詳しく話そうか。あ、見れる、ぜひぜひ見せて。ああ、わ、撃たれたの。あ、うわ、もうこれそういうことじゃん。ほら、やっぱりこれイオリちゃんだよ、森村先生だから。イオリちゃんが大きくなった姿ってことだよね、この服は。で、隣は泉十郎の大きい大人の姿。見せて。そういうことか。大したことはない。やっぱこれイオリちゃんで確定だ。私もしくじったわ、研究員を一人仕留め損なった。あ、でもまだわかんねえな、まだわかんない。この子が普通に森村先生で、ただただ普通に似てるから勘違いしてるパターンもあるのかな。施設は全部潰せた、上出来だよ。宇宙計画は白紙に戻るはずだ。これで未来は変わったかな。同じ結果なら俺たちが殺した善良な市民は死に損になるだけだ。そんなことしてたの。あ、なに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 、
飛行機、飛行機じゃない巡視艇だ。船。先回りされていたのか。援護する。君は先に行け。作戦と違うわ。俺は走れそうもない。あなたを置いていけっていうの。今日を生きるのが先決だろう。おう、行くんだ。うわーめちゃくちゃいいとこで終わった。あ、進行度が増えた 55%。 今のが映画ってやつか。あー、アンロック条件。なにこれ。探索進行率が 30% 以上の主人公9人、現在1人。重労だけってこと。チャートで言うと、あ、映画っていうのが終わったんだ。イソロ、アクム、イズミ、重労、映画。この赤いのに囲まれてるのが結構キーの話になるのかな。で、イオリちゃんはまだこのカウントダウンってやつしかないけど、ここで見ればどこで分岐するのかがわかるんだね。なるほど、便利。じゃあ、おう。これ、美和子ちゃんとうさみちゃんの話をしばらく聞いた後、ソフトクリームを選ぶ。何それ。それで分岐するの。はあ、なるほどね。ちょっとミステリーファイルみたいな。ね。まあそうだね、重労という新たな人格で作り変えられたと。この辺はでも特に増えてはないね、情報は。お、森村先生に似た女性。クラブの夢に出る冬坂に似た女性とも同じ姿をしている。森村先生と同一人物。え、どういうこと。え、どっち。え、まあ上から情報が更新されてると考えて、まず森村先生似た女性なんだよね。網口の夢に出てると。で、クラブの夢に出る冬坂に似た女性とも同じ姿をしている。はあ。で、森村先生と同一人物。え、じゃあ今1985年の保健室の先生は森村先生であり、いおりちゃんってこと？え？え、それともただの似てるだけ？え、どっち？わかんねえ。わかんねえや。俺わかんねえ。わかんねえけどめちゃくちゃ楽しい。こういうね、考察をしまくって、あ、うわ、これ見てえな。クラブ重労に似た男性1ポイント。なるほどな。ちょっとポイントがないので、どうしよっかな。じゃあちょっと騎兵を一つやるか。騎兵じゃない、崩壊編。うん。で、最初と最後の会話だけね、ちょっと聞きたいなと思うんだけど、出撃寄付かと。じゃあ、なんかこれ6人全員出す必要もないよね、むしろ。お前ら脳筋トリオは1人4人とかでいけんじゃない、ノーマルぐらいだったら。バイリ休息？何それ。連戦ボーナスがなくなる。あーあー、分かった。なるほど、把握。つまり毎回6体出す必要なくて、ちょっとずつ休憩しながらやると。あ、でもこれ全員休憩する場合か。なるほどなるほど。じゃあまずこの4人でいっか。この4人でちょっとやってみよう。うん。で、連戦ボーナスをしながら、なるべくずっと連戦し続けた方がもちろんいいよね。よし。さあ、かかってこいよ。お前らなんて4体で十分だ、4人で。あれ見て、トライポッドだ。トライポッドでけ。うわぁ。ハイクワット。侮らない方がいいよ。多くの兵装や防御装置を備えている。特にプラズマキャノンには注意がいる。
騎兵の装甲ではイチコロだ。クレーンのくせになんでそんな武器とかついてるのよ。本当だよ、 UFO キャッチャーで頑張ってけ。抵抗勢力に合わせたんだ。釣り合うようにね。抵抗勢力、騎兵が現れたから武器つけたってこと。ああなるほど。それでも勝てるはずなんだ、おそらくは、ね、誰なの、誰がこの怪獣を操ってるの。迷わないで、きっとうまくいく。うん、おう、よしやるか。じゃあ頑張ってきます。バトルスタート。やっべ、4体で挑んだら負けそう。本当にアミクチごめんって。俺がナメプしたせいで。ああ、なっちゃん。騎兵操縦緊急解除。やばい、負ける。なめプロした結果負けそうだ。負けた。ちょっとやり直してくるね。よーし、まあ余裕でしたね。一発でクリアということで。いやー、歯応えなかったな。もうちょい強い敵とかね、出てきてほしいですよね。ん、何ですか。なんか、何か今この動画見てるそこのあなた、何か言いたげですね。よし、うん、街が燃えてるじゃねえか。本当だよ、よく見たら壊滅壊滅ってめちゃくちゃ書いてある。私たちが戦うとたくさん人が巻き込んじゃう。あー、ウルトラマン理論だね。避難は完璧じゃないな、誘導もうまくいっていないようだ。敷島を通して政府と財界には働きかけていたんだが。でも戦わないと世界は消えるんでしょ、やるしかないじゃない。うわ、犠牲の上でだよな。うわー、マジか。まさか美和子、バスに乗ったりしてないよね。美和子ちゃん、そうだ、ドローンで美和子探せるかな。わかった、やってみる。お父さんたち説明した通りちゃんと逃げてるといいんだけど。なっちゃんのお父さん、敵はもういないよな。はあ、え、てかなんで美和子ちゃんが、あれ、じゃあ今戦ってたのって1985年ってことかな。気を引き締めて挑むとする。宮子ちゃんがいるってことは、うん。あ、なんかバイク移動。いやー、ミステリーポイントを1ゲットと、うん、ランク A。 なんでだろうね。あ、なるほど、うさみちゃんを攻撃針入れないといけないのか。いいえと。じゃあせっかくミステリーポイントもらったので、これ見たい。うん、これ冬坂に似た女性と共に戦っていった男性。情報少な。あと何か見たいのあるかな。あ、沖野についても知りたいね。沖野司は知能指数が非常に高い天才少年。騎兵をはじめとするさまざまな技術を生み出して防衛隊に寄与する。知的好奇心でのみ動き、人の言うことに対しては耳を貸さず独断専行しがち。1944年では女装して同時キリコを名乗ると。なるほど、じゃあ今日はここまでにしとこっかな。いやー、謎が多かったね。結局重郎に似た、重郎のムキムキバージョンの男性と、結局伊織ちゃんに似た森村先生かっこはてなの関係性がまだ見えなかったな。ということで次回はちょっと伊織ちゃんのね、うん、
進めていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。